ンド、キングヌーの井口治が24日、放送の日本テレビ系、沸騰ワード10に出演。大学時代の関めみえ、エピソードを語った。番組では井口が、無類のスナック好きという子、とから、スナックで楽しむ様子を密着取材した。そのロケの移動中、同行ディレクターから、母校の東京芸大の人はキャラが面白いんですか?と聞かれ、た井口は、芸術であり、アートに特化した大学だし、変に振る舞おうとすることが多かったですと証言。さらに、僕も、パジャマ着、て学校に行ったりとか。今話すとすごい恥ずかしいですけど、と照れ笑いを浮かべ打ち明けた。なぜパジャマを着て投稿したのかについては、いや、天才っぽいなと思って。夢うつつのまま学校に来て、やってるみたいなと告白し、恥ずかしさのあまり両手で顔を隠した。また、今や、俳優業にも進出するなど、多方面で活躍している井口だが、紅白出る半年ぐらい、前までお金なかったですね。貯金1万円とかしかなかったです。残高1万円とかだった気がしますと意外な下積み時代があるとも語っていた。